なんで？なんで非常事態宣言が発令されないのよ。本当にこの国ってとろいんだから。敵は新手の使徒？もうシンジもミサトもどこほっつき歩いてんのよ。僕はいるよ。ごめん、その頭隠して死隠さずなんてね。ヒールダンク！おまわりさんに怒られるよ。 Der Befen ist gefahren。 こんなに明確な物理的証拠がありながら謎の移動物体とは。この国の治安はどうなってるのでしょうか。遅刻するから先行く。こら優等生、どこ行くのよ。アスカも早く行くよ。もちょっと待ちなさい、シンジってば。じゃんけんして負けた人が次の電柱まで荷物持ちね。やだよ。じゃんけんじゃんけんじゃんけんポン、I'm number one。 ずるいよ、僕がじゃんけんに弱いの知っててさ。楽ちんポンだ。もうアスカと一緒に同行しない。今日転校生が来るらしいよ。こんな物騒なところに引っ越してくるなんてよっぽどの物好きね。僕らには関係ないよ。怖いんでしょあんた、友達作るの下手だもんね。別に。よーシンジ、昨日の夜の爆発事件見たか。感動もんだったよな。教室。教室へ行くのよ。君たちか、本は好きかね。明日の授業の準備でほうれん草をチェックしてるの。夕べの騒ぎ、あまりに怖くてお腹痛くなっちゃった。教室へ行くんだってば。なに？転校生？ほな、挨拶したらなあかんな。はい、よろしく。桐島さんの席は、碇くんの横の席へ座ってください。碇くん、ね。かわいい。よろしくね、碇くん。先生が優しそうな人で、私安心しちゃった。よかったら、
イカリ君の下の名前教えて。シンジ。イカリ、シンジ。シンジ君ね。本日私霧島マナはシンジ君のために午前6時に起きてこの制服を着てまいりました。どう、似合うかしら。うん。ねえ、この学校って屋上出られるの？あ、まあ私シンジ君と一緒に眺めたいな。女の子なら誰でもいいって感じね。あ、何やすか、なんか用？来た早々ファーストネームで呼ばれるなんて幼馴染かしら。あ、たまたま話があっただけだよ。シンジ君、屋上行こう。第三新東京市、別名首都専用迎撃要塞都市って呼ばれてるんだ。違う。え？山よ。山？ビルの向こうの山、緑が残ってる。あ、風景なんてゆっくり見たことなかったよ。引っ越して辛いことばっかりだったから。シンジ君、エヴァのパイロットだもんね。知ってるの？褒めてくれる？あ、そうだね。私ね、自分が生き残った人間なのに何もできないのが悔しい。羨ましいのよ、シンジ君が。そう。見て、このペンダントは？私がシンジ君につけてあげるの。え、あ、その動かないで、くすぐったいけど我慢してね。はい、着いたわ。ありがとう。シンジ！また来た。ネルフ本部に行くのよ。え、もう？霧島さん。はい。失礼ですけど、私たち大事な仕事がございますの。あ、アスカさん、外で待っててよ。邪魔して悪うござんしたね。あかんべ。あかんべ。デレデレしちゃってさ、いいわよね、モテる人は。一人で歌ばっか聞いてないで人の話聞きなさいよね。僕のウォークマン。こんなもん。僕の内田ゆきが。あの霧島って子もいやらしいわね。来た早々男にちょっかい出してさ。こんにちは。霧島さん来ちゃった。だって授業は？学校退屈なんだもん。私もネルフェ連れてって。お先に入ろう。霧島さん、ダメなんだ、ここは ID カードがないと入れないから。こうすれば通れるんじゃない？あ、これで一人分でしょ。でも、ネルフの人以外は。シンジ君優しい。